瀬戸内市は岡山県南東部に位置するし、県の南東部に位置する県庁所在地の岡山市の東隣であり、市内にはいくつかの住宅団地が造成され、阿光線や国道2号を利用しての通勤通学客も多く、ベッドタウンとなっている。西部は吉井川を挟んで岡山平野の一部を成し、船長平野と呼ばれる。大半は、 標高100メートルから300メートルの山林である。南部、東部は、瀬戸内海に面し当初が点在する。特に旧牛窓町は、日本のエーゲ海と称する多頭日の景観を見せ、宿泊施設や別荘、海水浴場がある。海岸部は、瀬戸内海国立公園の区域内に指定されている。瀬戸内市議会、定数、18人、ベネッセ物流センター農業、漁業が主体である。 農業、編集米、野菜、果実が主要な作物である。旧牛窓町、平山地区では、山蔵農林がマッシュルームを生産しており、日本一のシェアを誇っている。オリーブの生産も盛んで、牛窓オリーブ園は、小豆島オリーブ園と並び、日本随一のオリーブ生産量を誇る。また、漁業では、旧牛窓町と、旧奥町でカキの養殖が盛んで、特に旧奥町、 虫焼毛地区は、夏季の産地として著名である。主要漁港、虫焼毛漁港、西脇漁港、牛窓漁港、古東岸漁港工業、編集自治体主体の工業団地が点在している程度である。かつては、西機械湾に、西機械園業が日本最大の塩田を持っていたが、近代化によって、現在は工場で生産されている。広大な塩田跡地は、年に一度減りや、 飛行機のラジコン大会が開催されている。旧オ佐船町には、ベネッセコーポレーションの物流センター。旧奥町には、吉井川沿いの広大な敷地に、岡山村田製作所がある。旧牛窓町には、ノート製造大手の極東アソシエーツが、拠点工場を構え、かつては、SEC やヤンマー像船所の本社もあったが、いずれも山頂合併前に移転してしまった。 主要企業と、工場ベネッセ物流センター、岡山村田製作所、三菱農機販売、タダ電機岡山工場、内山工業区工場、極東アソシエーツ、岡山工場、日清 FD 食品、おはよう乳業おさふね工場、横山製網、山蔵農林、日本オリーブなど、おさふね町のおさふね地区や福岡地区などは、古くから、刀鍛冶が多く、刀剣が、 盛んに生産されており、備前をさ船と呼ばれ、全国的に著名である。中国産地で採集される砂鉄が、日本刀を作るのに適していたことと、砂鉄から玉鋼を作るためのタタラに必要な強い火力を生む、クヌギ系の木が自生していたことなどから、この地で日本刀が多く生産されることとなった。また、南北に流れる吉井川と東西には山陽道があり、 交通の便に恵まれていたこともあって、おさ船の刀が多く流通することとなった。吉井川と山陽道の接点地である備前福岡は、歴史教科書にも紹介される国宝一編。清江の中で福岡の死が立つ場として描かれている。鎌倉時代に定期史として始まった中世、福岡の死は常設史へと発展し、室町時代の備前福岡は山陽道で、 最大級のショートとして栄える。2006年3月、現代版、備前福岡の市が誕生。毎月第4日曜に開催している。2014年6月には100回記念フォーラムを開催。備前福岡の市が、歴史的、文化的、風土的資産の掘り起こしに、一定の役割を担っていることを再確認した。牛窓は、江戸時代の外交施設朝鮮通信市の、寄港地であった。 宿泊した本殿寺時には聖死らが書いた監視の書軸が残り、この中の岡山県指定重要文化財級幅が2018年10月31日に世界記憶依存として登録された朝鮮通信誌に関する記録に含まれた。姉妹都市姉妹都市高等学校、編集中学校、編集小学校、編集幼稚園、編集保育園など、編集その他の学校、 編集その他の施設、編集中心となる駅、奥駅や高専の岡山おさふね間は、夜間早朝を除いて1時間に2本の運転で、おさふね駅より、東は1時間に1本となる。奥駅とおさふね駅では、乗車券の他に、緑の窓口営業時間内なら、特急券なども購入できる。宇野バス国道2.250号線東日バス、牛窓線、虫明け1000円張り。 千瀬と内市営バス、東備バスの委託運行牛窓奥駅線、西脇奥駅線、ネイチャーワールド自動車の委託運行三和線備前市営バス東鶴線線、一般国道、編集県道、編集主要地方道一般県道道の駅、編集航路、編集前島フェリー市外局番は、以下の3つの区域で分かれている。お長線、町、 上記1、2を除く、区域08691、3の市外局番は同一だが、相互通話するときは市外局番が必要である。ありがとうございます。